こんにちは、道場です。さて、今日はですね、矢田渓にある一目八景というところに紅葉を見に行きたいと思います。あとですね、ちょっとまあ北上して羅漢寺というところもね、面白そうなので、そちらも見ていきたいと思います。まあ紅葉はね、何回かもうすでに紹介をしているんですけれども、大分県内の紅葉で外せないのはこの一目八景ですよね。まあ、この矢場渓というところは、まあ、大分の、ね、西の方にあって、結構ね、福岡とか熊本とかからのアクセスもいいので、まあ、この時期ね、おすすめのツーリングスポットですね。ただね、今走ってるところもそうなんですけれど、寒いんですよ。ここがね、まあ、山なんでね、基本的に当たり前といえば当たり前なんですけれども、紅葉を見に行くときはね、ぜひ万全の防寒対策をしてほしいなと思います。ということで、まあ、かれこれもうすでに50分ほど大分を出発してから走っていますが、そろそろ湯布院に着きますね。普通に戦車がいますね。まあ、クスはね、自衛隊の駐屯地があるので、この辺りは結構時間帯によってはああいう装甲車が、ね、走ってたりしますね。まあ、今日はね、紅葉としては一番見頃ぐらいかなというふうに思うんですが、まあ、ただ一目八景はね、ちょっと注意しないといけないのが、めちゃくちゃ人が多いんですよ。まずね、土日なんか近寄れないぐらいかなり人が多いので、まあ、そこはね、ちょっと注意をしてほしいなというふうに思います。まあ、今日はね、平日なので、それでも多いと思いますが、特にね、土日しか動けないよっていう人はね、ちょっと行ってみたらこれは無理なんじゃないかっていうぐらい人がいたりするので、まあ、そこはね、ちょっと覚悟して行ってほしいかなと思います。まあ、ただね、一目八景だけじゃなくって、その周りの道もね、かなり綺麗な道が、紅葉がね、綺麗な道が多いんでね、まあ、そういうところを流したりしてもいいのかなというふうに思います。まあ、ちょっとね、穴場的な部分、そういうところも紹介できたら思っております。で、あとは工事が多いですね。今なんか210号線はちょくちょく工事をしているところがあるので、まあね、走りにくいなと感じる人もいるかもしれませんね。しょうがないですけどね。その辺も踏まえてね、のんびり流していきましょう。ここを左に曲がればね、ま、先日紹介した大吊橋とか、まあ、スキー場の方に行きますし、宝泉寺温泉とかいう温泉地もありますね。この辺りはね、やっぱこうちょっと雰囲気のある温泉地が多いんですよね。まあ、この間通った湯の平とか長湯とかもそうなんですけど、あんまり知られてないですけどね、この宝泉寺温泉とかいう温泉地もかなりいいところですね。まあね、もう少し行けば有名な黒川とか杖立温泉とかもね、あるので、温泉好きな人はね、ここら辺いいですよね。はい、ということでクスまで来ましたね。まあ、この見るからに変な形の山がね、特徴ですね。はい、ここがね、左が道の駅童話の里クスというところですね。で、すぐ右がですね、大分道のクスインターの入り口ですね。まあ、だからこの辺はね、アクセスはいいんですよね。高速降りてすぐというところになりますね。で、ここをさらに北上していきます。はい、ということで、こちらですね、左の矢場渓の方に
ます。こっからはね、いついい景色に出くわしてもおかしくないですね。まあそのぐらいね、この辺はどこを走ってても綺麗なんでね。まあただね、道によってはガードレールがなかったり落ち葉がいっぱい落ちたりとかしてるところもあるので、ちょっと走るときには注意ですね。ゆっくり流していきましょう。そばまんじゅう、この辺はね、そばも有名ですね。三重県伊勢市。バラ？バラ？のんびり茶屋。なんかちょっと面白そうなとこでしたね。新海カフェ日だまり。なんかちょくちょく温泉があったりとかカフェがあったりしますね。綺麗ですね。こんな感じいいですね。さてこの辺りからね、本当に紅葉が綺麗な感じになってきますね。この肌がね、この辺りは不思議な雰囲気ですよね。おー、こんな感じです。こんな感じ。もうちょっと行ったら360度カメラを出してもいいかな。この辺の隅っこに止めときますか。ほい、では到着。行ってみましょう。一目八景展望台に到着。速度入り口。どれ？こっち。こちらですね。ちょっとなんかこっち行っていいのかなっていう感じの道ですが、結構な獣道。あ、なんかすごいこんな狭いところ。あれですね。行ってみましょうか。
はい、ということでね、一目八景いい感じですね。まあ、今日は平日なんでね、全然人がいなかったですが、まあそれでもあのぐらいは人がいますね、大体。さてでは羅漢寺の方に行ってみたいと思います。はい、中津日田道路というところ、こちらをですね渡って行きたいと思います。はい、ということでもう自然と下ろされますね、ここは。で、左の本屋場系と、中津方面本屋場系という方向に行ってきます。ちなみに今の道路はですね、無料ですね。まあ、めったに今の区間を乗ることなんかないんですけどね。お、あれか、なんかすごい岩のお城みたいなのがありますね。お、やっぱあれが羅漢寺ですね。面白そうですね。なんか冒険感がありますね。第一駐車場リフト乗り場、ここが第二駐車場ですが、第一駐車場の方まで登っていきますか。はい、では到着、行ってみましょうか。感じのリフトですね。リフトを降りたらカメラを撮られるそうなのでしまっておきましょうか。はい、ということで羅漢寺お参りしてきましたが、かなりいい感じですね。あれが頂上ですね。行ってみましょう。はい、ということで山頂まで来ました。あれが展望台ですね。登ってみましょう。全然眺め良くないです。まあ、いっか。よし、じゃあ矢場家の方に戻りますか。はい、ということで正直山頂の展望台は微妙でしたね。おお、このリフトが一番スリリングですね。やっぱリフトは降りるときが一番怖いですね。あ、でも眺めはいいですよ。正面非常に眺めがいいです。あのお寺はね、全然撮影ができなかったんですけど、そちらはね良かったです。岩肌に建てられたお寺でね、とても綺麗で雰囲気のあるお寺でしたね。はい、ということで、羅漢寺はですね、まあ、正直お寺はかなり良かったかなという感じがしますね。なんだここ、やってみるか。さてではヤバトピアというところにちょっと寄ってみましょうかね。何があるんだろう、行ってみましょう。結構綺麗な風景ですね。道門そば、そばコーヒー。はい、ということでね、ヤバトピアでおそばいただきました。のね、とても美味しいお蕎麦でしたね。あの値段650円で手打ちが
食べれるんでね、かなりコスパいいかなという、そういう感じです。お、やだな、もう手作りハムソーセージ、美味しそうですね。ホットドッグ、おー、いいな。手作りソーセージのホットドッグ、超うまそう。はい、では戻って裏山系とか、ちょっとね、一目八景から外れたところ、そちらも行ってみたいと思います。え、実はね、こちらサイクリングロードがあるんですよね、右手に。あ、で、あれがサイクリングターミナルですね。この時期ね、サイクリングとかいいですよね。興味のある方はね、ぜひチェックしてみてください。お、なんかここいい感じですね。なんだここ、お、あれはダムじゃないのか。風石園駐車場、ちょっとこの風石園ですかね、ここ気になりますけど、今日のところはスルーですね。わあ、でもとっても綺麗なところですね。ここいいんじゃないの。ただダムはこっちっぽいですね。こっちからぐるっと上がってダムの方に出ましょうか。お、これは面白いんじゃないか。いける、やはり通行できるかな。お、いけそう。ちょっと行ってみよう。行き返そう。ん、なんだこれ、ドライブレスト、はい、じゃなくてですよ、じゃなくてあれがあるんだよ、遊ぶところ。ヤバッキーアクアパークというところ見たいんですよ。まあ見るだけですけどね、こっちからの方がね、ダムの様子は分かりやすいですね。こんな感じですね。で、これがアクアパークですね。面白そう。間仕切りもできるのかな。ボートもありますね。結構この辺ね、水上スキーとかができるみたいですよ。これも興味がある方はね、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、さすがに気になりますね、形跡。行ってみましょうか。
はい、ということでね、ダムのそばにある景石園、これかなり面白かったですね、めちゃくちゃ綺麗な庭園でしたね。全然知らなかったですね。まあ、うろうろしてると結構いろんな発見があるもんですね。はい、ということでこちらを左折。あれですね、浦山の計8キロ、立畑の計13キロということで、こっちもいい感じですね、こういうのがね。なんかどうやら浦山計ってそういうあれがあるわけじゃなさそうですね。はい、では立畑の計というのをね、見学しに行きましょうか。お、でもこの辺もいい感じですね、風景としてはね。田んぼも広がる原風景みたいな感じですね。お、この左の岩の感じとかね、やがけっぽいですよね。しかし完全にローカルな道だな。まあでもこの辺はなんか知る人ぞ知るという感じで、左側にね、さっきのヤバ系っぽい景色が広がって、お、紅葉もありますし、いい感じですね。ん、これ、なるほど、どうやらここですね。ここから望む景色が立畑の景というらしいですね。ま、正直見にくいですね。さっきの道の方がね、結構岩肌とかが見えて楽しかったかなという感じですね。まあ、こちらね、お店もちょっとあるので今日はもう寄りませんが、こういうとこですね。よし、帰るか、疲れたし。やっぱね、この辺のちょっと過ぎたところから見える景色の方が、この辺が綺麗ですね。まあ、ここという感じはないですけれど、まあ、随所にね、紅葉が見られて、まあ、ゆっくり流せるところかなという感じですね。お、なんだろう、左側すごい綺麗なとこですね。あ、ほら、歩いてる人もいますね。これこっちに来ちゃったけど、向こうに行けば、まあ、紅葉がざっと見れる感じですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。ですね、一目発見はね、まあ相変わらず綺麗なところですね。まあ、今がね、一番紅葉で綺麗な時期なので、で、周りの道路の様子とかもね、がっつり撮ってきたので、まあ、そちらをね、参考にしてほしいなと思います。でね、またあの辺、景色だけじゃなくてね、蕎麦も有名なので、まあ、そういった蕎麦まんじゅうとかいうお土産があったりですね、
結構そういう部分も楽しめるので、ぜひねチェックしてみてください。ただですね、まあ人がやっぱりね多いので、そこら辺はね、ちょっと注意かなというところです。あとそうですね、羅漢寺はかなり良かったですね。若干展望台は期待外れでしたが、やっぱお寺がね良かったのと、ああいうリフトにね乗る機会ってあんまりないのでね、ちょっとね面白い体験だったかなと思います。まあ、今日はねヤバトピアでお蕎麦を食べましたが、まああそこの蕎麦もかなり美味しかったですね。コシがあって、で蕎麦を食べさせてくれるところがあの辺結構あるので、そこら辺もねちょっと調べてみたら面白いかなと思います。あとは景石園ですね。あの景石園は良かったですね。ああいうところがあるってね全然知らなかったので、やっぱりこういうのが楽しいかなというところですね。まあかなり耶馬渓の紅葉は晴れでオールオッケーみたいな感じがあるので、ぜひね気になる部分をピックアップしてツーリングドライブの計画に役立ててみてください。はい、それでは本日の動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。